触れて動かしてできたで体験、楽しく知ろう大原浄水場の秘密。浜松市水道事業キッズ VR サイトバーチャル大原浄水場は、大原浄水場の施設見学をウェブ上で疑似的に体験できるバーチャルリアリティ VR サイトです。小学校教室での Wi-Fi 環境やモバイル通信環境、お手持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンなどネットワーク環境やデバイスを選ばずアクセスいただけます。それではバーチャル大原浄水場の6つの VR コンテンツをご紹介します。大原浄水場の施設をインターネット上で体験できるバーチャル見学ツアーが VR サイトに誕生。施設から施設の移動はなんとジェットコースターに搭乗。実際の見学では40分かかる見学を25分にギュッと凝縮。さあ見学ツアーに出発して様々な施設を体験しよう。見学ツアーで浄水場を見学した後には、それぞれの施設についてもっと詳しく調べてみよう。体験マップには見学ツアーでは紹介しなかった施設もあるので、自分のペースで探してみて、授業の後の復習にも活用してみよう。階段を上ると次から次へ現れる様々な機械。脱水機筒はまるで秘密基地。東西に伸びる二系沈殿地の地下には果てしなく長い地下通路があるらしい。バーチャル空間でマウスや指を動かして自由に歩いてみよう。排水池は巨大な柱が立ち並ぶ地下空間。そんな排水池を 3DCG で再現。そこになんとトロッコレールが突如出現。トロッコに乗って360度視点を動かしながら、柱に隠れているキーワードを探してみよう。約2万平方メートルの広大な排水機地上の芝生、4台のドローンが芝生の上を駆け抜ける様子を360度動画で視点を動かしながらレースを体感しよう。好きなドローンを選んだらレーススタート。どのドローンがレースに優勝するか予想してみよう。パソコンやスマホで360度動画を動かして、実際の施設見学では入れない施設をバーチャル体験してみよう。さらに VR ゴーグルがあれば、まるでその場にいるような没入感を体験することができます。その他にも社会科授業を担当する小学校教員の方に向けて、すいすいクラブ、バーチャル大原浄水場、それぞれの活用事例をまとめたページを掲載。教員の方が授業の準備をする際のサポートとなるように、自己学習用の宿題シートを用意しました。すいすいクラブ、バーチャル大原浄水場を復習してもらい、大原浄水場や浄水の仕組みについてより理解を深めてもらいます。バーチャル大原浄水場は、従来のテキスト資料や映像資料だけではない、新たな視点での学習材料を提供することで、浜松市の水道や水道を取り巻く状況について学習してもらうことを目的としています。触れて動かしてできたで体験、バーチャル大原浄水場、楽しく知ろう大原浄水場の秘密。